よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。じゃあ、続きをやっていこうと思いまーす。おーっと、今日はヤシさんの誕生日かなー、ということであげまーす。ヤシー？いやー、T シャツの方がいいんかな。全然わからんな。どうしたの？ありがとう。お、普通すぎたかな。この部活練習日にちょっともう電話しようかな。もうめんどくせえわ。さくらちゃんはあれ、純が撮ってるから、やっぱ光だな。光さ、もうちょっとさ、俺に来いや、どんどん。ここや。ごめんね。わあ、もう来いよお前よ、お前よ、本当に。ああ、ヤシ、ヤシさん、僕とデートしましょう。公園で。その日は。お、来たー。お、体育祭か。よし、また二人三脚やるぞ。俺は諦めないから、二人三脚を。前、二人三脚の愛。はぁ、俺とくも特定の。ふざけんなや。俺はヒカルちゃんと、もう一度、去年のやつを、くそー。来たー、1位。やっと1位取ったー。やった、1位取ったぞ。よし、これで、女の子の評価全部上がるんじゃないか。やばいんじゃないか、これ。すっごく頑張ったね。最高だったよ。ほらー、やったー。お、しかもデートー。ごめんなさい。いや、待ってないよ。行こうぜー。え、こいつ趣味なんだっけ。あ、わからんけん、そう、適当に誕生日よりプレゼントあげたんだ。趣味？どこ？そんなこと聞いて。そう。マジかよ。趣味がないな。ありがとう。じゃあここで。さよなら。最悪だー。お、今日ヒカルの誕生日やん。ヒカル、どっか遊びに行こうぜ。コンサート行こうぜ、コンサート。ねえ、コンサート行こうぜ、コンサート。ねえ、いいでしょ、コンサート。ごめんね。はい。くっそ、もうマジくっそ。お、いいね、プレゼントあげよう。お、来た、ガラスの着物。ひぃー、覚えてるぜー。ひぃー。ほら、泣いて喜べ。おー、いい、その私服いい。へそ出しじゃん。嬉しい。プレゼント、開けてもいいかな。は、中に入ってるよ。高かったよー。あ、いや、そんなことないよ。光はそんなこと気にしなくても。その、なんていうかな、俺は光の喜ぶ顔が見なかっただけだから。なんかさ、右耳からさ、すげえなんか聞こえるんだけど。歌聞こえるんだけど。めっちゃ音楽聞こえるんだけど、これ。全然知らなかった。左から BGM、右から歌って感じだな。バカ。あ、それ、バカっていうやつがバカだったよね。かわいいな、お前。あ、こういうイベント俺は見なかったんだよ。あー、いいっすわ。あはー、あはは。よっしゃー、なんか座禅やる気ができたぞ。うーん、デートとか断れまくって、洗濯も失敗しまくって、全然発展がないなと思ったらこれだもんね。これいいよね。お、来たー。おえー、お、私服変わってるね、どんどん。お待たせ。
おそらく俺の予想なら好感度が上がれば上がるほど服が変わると思うんだよ。へえ、そうなんだ。あ？あ、違うか。レオンかと思ったわ。原作のあれが。あー、これどうなんだろう。まあまあだったねがよかったかな。つまらないってことはないでしょ。まあまあにしよう、今回は。まあまあだったね。そっか。ラストもあんなに盛り上がったし。あー、最高でよかったじゃないか。またさ、ねえ、よかったら。うん、帰ろう。お、赤井さんの誕生日。オルゴール？リボン枕。あー、これ情報知らんけか。情報知らんけ、あれなんだ。じゃあ安眠枕で。寝る、食う、食べるだからな、こいつは。うん、おー、いいね。やっぱあの三択肢の中で、やっぱ最高の選択肢っていうのは多分あるんだな。おー、さくらさん、一緒に帰ろう。お、来た、これ R1。これだ、さくらちゃん、ちゃんちゃんはダメだから、マネージャーで行こう。こんにちは。何？それも。おーい、マネージャー成功。うん、お、ニックリマークやっと来た。お、しかも一文字と白雪さんは普通だ。でもそれ以外ちょっとあれだな。他の女の子の情報も教えてくれよ。修道院。こんな感じだよ。修道院メイ。10月28日のカニ座の AB 型の149センチ引くバスト72ってほぼ A じゃん。てか A じゃん。可愛いけど超わがまま。うわぁ。赤井さんとは仲が悪いらしい。いいって。バイバイ。お、来たー、コンサートー。やっぱさ、この選択肢もさ、OK か OK じゃないかっていうのがあるんかな。お、今日俺の誕生日やぞ。誰かが俺を祝ってくれる。よし、光とデートや。誕生日なんもなかったな。リアル誕生日全然違うけど。お待たせ。行くぞー。よし、入ろうぜー。やっぱこれ最初こうだった方がいいかな。KNI の教官に今日は最もメジャーなオーケストラだ。俺オーケストラ聞くと眠くなるんだよ。今のコンサートすごく面白かったね。そうかな。ちょっと物足りなかったけど、もちろん悪くはなかったよ。じゃあまあまあだったな。今日は楽しかった。難しいな、女の子って。ヒカルちゃん、遊びましょう。もう今日ぐらいいいでしょ。ねえ、植物園行こうよ。バカ野郎。もうダメだこれ、もうダメだ。合宿だ、合宿。おい、さくらちゃん、ありがとう。あ、さくらちゃんかわいいな。お、また好感度上がってんのかな。お待たせ。行こう行こう、行くぜ行くぜ。今日はどうしよっか。あー、小物がいいな。本当？やったー。お、マジで？案外女心分かってるじゃん。普通に俺が行きたかっただけなんだけど。ガラス製のリスのバッジ、すっごくかわいい。来た、それくらいなら俺が買ってあげるよ。いいね、同じリスのキーホルダーも可愛いね。あ、どうしようかな。正直言うと俺上なんだよ、一番上なんだよ。同じリスのキーホルダーも可愛いねって。いや、正直ね、一番上なんだよ俺。そうだ、前も言ったな、これは攻略じゃないんだよ。俺がどう受けるか、受け答えるかなんだよ。俺は上なんだよ。俺は上を絶対言うね、現実ならね。同じリスのキーホルダーも可愛いね。あ、本当だ。
買った方が良かったな。今日は楽しかった。おい。ねえ、よかったら。分かってるんだよ。どっちがいいかっていうのは。でもな、俺はね、そうは思わない。いや。あ、めっちゃ暗い雰囲気出してるな。さくらさん。ええー。転校したんだってさ。転校したの、さくらさん。今調べてる。それより問題は純のやつさ。いや本当だよ。昨日電話で教えたんだ。で、今日じゃあな。うーわー、純。あげる。一文字やったっけ。ジグソーパズルとかのが好きそうだな。やばくない一文字。ああこれジグソーパズルじゃないか。はあ、君さ、僕のことちっとも理解してないみたいね。ですよねー、ですよねー。違ったね、あれはネックレスだな。もうなんか全然予想と違う顔だった。顔で人の好みを伺うという。そうだよな、そこは違うよな、ネックレスだよな。ハンドクリームが良かったな、今家事してるっぽかったし。光る、光る、俺と遊ぼうよ。あれカラオケって誰が好きだったっけ。あ、その日は部活なんだ。もうなんだよお前よ、ふざけんじゃねえよバカ野郎。お、修学旅行、修学旅行で女の子作りたいな。さすがに北海道行ったから京都を奈良にしようかな。うんうん。なんだか古ぼけてるな。まさか、なんだよその。おお、いいぞ。あのね、明日さ、一緒に出かけようよ。え、いやごめん、ちょっとダメです。ないわ、もちろん OK。 じゃあロビーで待ってるからさ。めっちゃ喜んでるじゃん。明日も気合いだ。あ、光のやつもう来てるよ。おはよう。さあ元気よく行こう。おはよう。待たせたな。平気。そう、待つのもな、デートのうちだからな。うわー、すっごい彫刻。こっち、おっかない。ほんとな、君とどっちが頼りがいあるかな。冗談だよ。うぜー。あじゃねえ。巨大鹿。お、うわ、またこれか。クマの時と同じだな。生徒会長の時は一緒に戦った方がよかったけど、これ一緒に逃げた方がいいんじゃないか。一人で逃げればないだろう。いいね、イベント。え、今から。あ、まあいいけど。よかった。ああ行こう。日本の歴史ってあんまり意識しないけどさ、すごいんだよね。まあ俺よりもちょっとすごいぐらいかな。こうしてことに来てみると分かることがあるよね。刻まれるものなんだよね。いや、そりゃそうだろ。物だけじゃなく私たちの心に。いやー、ほんとな。へえ、光、なんだか文学的だな。そんなことないよ、ちょっと考えただけ。でも、うん、そうだね。旅行自体も楽しかったけど、やっぱり
君がいたから。え？なんでもないよ。さあ戻ろ。ね？ちょっとそこ早口並んでさ、俺選択肢来い。あ、うん。どうしたんだろう。おい！おい！バカ野郎！おい！マジバカなのこいつ。おい！ライス！おい、バカだろ。お前そこはさ、言えよ、バカだな。こうして、修学旅行は終わった。じゃねえよ。おい、そこはさ、バカ野郎、バカ野郎フォー。ヒカル、今の、俺がしょぼかったよ。ねえ、付き合おうよ。ヒカル、お、来た！あ、変わった。お、いいぞ。これ、どこ行ってもいいんじゃない？カラオケボックス。うん、お、来たー！うん、いいよ。めっちゃハキハキしてる。やった、楽しみだぜ。イエーイ、デート行くぜー、行くぜー。お、ほら、変わってる、めっちゃ変わってる。おお、これ好感度いいぞ、これ好感度いいぞ。そんなことないよ、私は来たかったから早く来ただけ。光ってまず怒らないよな。じゃあ行こうよ。あー、いいねいいねいいね、やったー、待ちなしで入れる。いいね、ラッキーだ。カラオケってそんな人気だったっけ。さーてと、バラードよりもアップテンポの方がいいな。そうだないいね、お、いいね、バッチリ良い印象与えてみたぞ。いいね、もうこれしかないでしょ。最高に楽しかった。お、いいね、また絶対誘ってよね。絶対だよ。あのさ、一緒に帰ろうよ。おお、いいね、めっちゃいいね、お、めっちゃいいじゃん。うわ、最高だな。もうずーっとこの3時間なんかそういう萌えの要素とか全くなかったけど、ようやく来たー、ギャルゲー最高ー。今だけだけどな、最初の辺はちょっとあんまりなんかデートとかかなり断られまくってるから面白くなかったけど、やっと来たよというところで、テンション上がったところで今回はここまでにしたいと思います。よっしゃー、続きすぐ撮ろうというところで、今回はここまでにしたいと思います。まあもう女性の好感度はもう見ないでいいかな。もうこのままヒカルちゃんを落としたいと思いますので、ご了承くださいませ。というところで今回はここまでにしたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。